ストライクドッキング、こんにちは、みおむです。あつまです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでアクア使っていきたいと思います。はい、ということでコルロ来てます。アクアいけるステージコルロなんで、はい、コルロこんな感じね。はい、で SS が恐竜だね、こいつ。スピーパワーアップでスピードアップしてまれに、で触れなくても味方をバフしてくれるスピードパワー防御、まあ、SS 打った瞬間だから確定ってことだよね。そうそうそう。で短縮もしてくれるのが偉いっていうね。そんな短縮数は多くないですけど3ターンなんですよね。 SS 短縮も触れなくていい感じ。触れなくていい、おー、いいね。いいよね、これ触れなくていいっつうのが神、うん、なので自強化にね専念できる、ね、殴りに専念できるってことだね。そう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 、偉い、かなりいいね。それはそうなんですよね。はい、じゃあやってます。ちょっと打ち方忘れたわ。打ち方あるんで。どうだったっけ、上に入るやつね。どうだったっけ。これ、ね、タイムシフトもやってます。おー、スピード不安だったけど、届いた。はい、ダブルの超前に EL とかあるもんね。いや、そうなんだ。攻撃だけどなんか悪くない気がするけど、これ3体当たってないけど、見ないかな、これ。あ、3体当たってたわ。SS と思ったらボンってそこ落ちたいね、これ。そうね、速殺 EL つけてると、その、あの、1点目で溜まると、中身がちょうど、うん、なので1点目にして速殺 EL つけてるっていう感じですね。ね、はい、集めました。あれ、これ味方に触れたら攻撃アップだよ。まさに触れた味方に落ちてる、先に魂システムだよね。はい、よかった。もう忘れちゃったわ。2回目だからさ、まだあんま慣れてないですね。はい、OK。 で、サブ友情が初なのかな、全属性ホーミングなんですよ。超絶になって、これはなんかね、まあなんかあんま強くはないと思う、正直。でも、期待しない目で見てると強い。たまになんか強くなってる時あるので、そうそう、なんかあの期待しないで使うと強く感じる。期待して使うとなんかあの 裏切られた気分。なるほどなるほど。あるじゃん、そういうの。あるあるある。なんかあ、まあ想像よりやるなみたいなやつ、それです。メインはやっぱヘロートライアングルだね。ここでなんかさ、ルシファーとの合わせればとかさね、うん、そっちがメインだとは思うんですけど、だからさ、こいつさ、強いからさ、砲撃にして抑えられてるんだよね。そういうタイプ。そうだよね。うん。で、友情がメインのキャラじゃないってことだよね。そう、友情メインじゃないにもかかわらず砲撃っていうね、抑えられてます。稼い。まあ、一定値超えてれば別にそれでもいいんだよな。まあね。うん。まあ、ちゃんとね、そこが超マインスイーパー EL とかなんで、まあ、ラインは超えてるかなっていう感じはしますけどね。見た目がやばーい。これ、超転送とかではないか、挑戦転送ではないね。はい、そう、ライポジもあるのか。回復します。ハードちょっと湧いてみたんで、反射の多めになるとな、こう削り難しいイメージありますけど、まあ、芯とかに慣れてる人は大丈夫なのかな。集めて、うん、一度こ一度こ、もう群れすぎてわからん。そこがいっぱい振り上げなそうだね。そうね、とりあえず一発殴ってもボス出しますか。おお、でも強いね。今一回殴っただけで、おーおーおお。いや、前に殴るといいですね。ちなみに今、ライトポジションは残らないですね。ライトポジション。あるほど、ライトポジション。で、まあ、ボス戦からは、あれですね。あ、ボス出てからは、あれがなくなるんで、弱点なくなるんで、ボス弱点ないんで、ね、前でしっかり殴っていきですね。あ、速度のサポート欲しいな。ちょっと足は、足りんな。まあ、だが、だいぶ余裕はありますよ、という感じなんで。ドラケンは強いよ。さすがに。まあ、ドラケンですけど、ちょっと待ってください。いや、ドラケンってこんな感じだもん。やっぱ強いな、殴り。なんか強、強いな。うん。マインでしっかり殴りたい。じゃあ、暴れ気味でいこうかな。はい。ほい。おー。危ない。かなり危ない。ただ SS がちょうど溜まっているので撃ってしまっても構わない。でも行かなくてもいけるね、マイン4個あるんで殴れるんで、これでいきますね。おい、さすがにいける。
まあ、今いい。OK。まあ次に段階のうちのスクワン。できれば集めたかったね、今。まあそうね。あとりあえず雑魚を散らしますと。ほいほい。シールドも待ってくれ。ここで、ね、貫通いないとね、めんどくさいっすよ。なんでちょっとドラケン連れてきてるっていうのあります。めんどくさいっす。このセットがね。はい、これで蹴散らしていきますかね。貫通一体個人的には入れたいな。このステージがボス戦からもある。楽ですね、これは。いや、バフ打ってから楽しみっすね、これ。1.8 はあったよね、確か。うん。強いよ、強い。それだけで。偉いんですよ。はい。とりあえず集めて、まあ、ここは簡単なんで、ここで打つか。別に打っても構わないな。打ってボス行きますか。じゃあバフ、これ当たんなくていいんですけど、まあ、システム的に当たることじゃない。はい、確かにここは、はい、せっかく速さ制御持ってるんで行きましょう。はい、やっぱ足は早いね。フラッグもかなりあるな。え、なんか自走の方が強いね。足は速くない？足速い。でもこれ、顔入ってる？なんかと、気のせいかな？ちょっとごめん。もうちょっと敵なくってみないと。そうだね。なんかすげえ動いてる気もするけど、これ気のせいの可能性かなり高いんで。で、応援して、バフ。入ります。おー。ほら、次のやつ何回も打ってますよ。いや、短縮までやるのやっぱいいんだ。いいよね、短縮が。偉、はい、いんだよ。結構強い。なんか集め方が微妙です。なんか変な角度。情報して暴れますか。バフかかってるからね。あ、バフ使う強いわ。雑にこのダメージだよ。なんか友情結構えらい入ってる。さあバフドラケンいきますか。バフドラケンはやばいぞこれ。もうすぐバフえらいっすね。マジで。これでなんか適当に混ぜますか。はい、バフドラケンドン。ああ、これ紋章だってやばいぞ。悪くないんじゃない、かなりいい。でバフはまだ切れてないっす。そうっすね。うん、今のところ 1,2,3,4 行動目に入ります。いつ切れるんでしょう。ちょっと詳細確認できてないんで、調べてないんで。わー、いい入りしてくれましたね。じゃあ大賢者打っちゃおうか。大賢者打ってこれ6ターンの短縮できるでしょう。また1段階目ぐらいポンって打てそうだね。そうね。位置が悪い。なんで1回上経由しないとわかんない。ミスったらどうもやってます。はい、大賢者戻って、あ、地雷持ってないとさすがに倒せない。ドラケンに任せよう、これは。じゃあここがね、大変なんだよ、間違いないと。パック持ってくってしょ、もう。バフは切れてない。長くない？全然続くな。え？これ何周？これ2周目だね。2段階目だって。まだ続く？ 3 周とかある？これ。強くない？それ3周だったら。ね、なんか2周かなっていうイメージだけど。こういうの、2周のイメージだよ。いや、まさか3周？いや、まさか。いや、まさかそんな？続いてる。どれかな？どうしようか。はい。やっべえ。やったな、これ。わ、やったわ。まあいい、ちょっとバフ見よう。あ、バフ切れてる。切れてる、切れてる。うん。なるほど。じゃあ、ここで打ちますか。ちょっと見せなければ、これのあれ見たかったけど。一回だけ弱点殴るな。え、殴らない？え、殴って殴って殴って。倒して、倒して。ああ、あいつ、うぞ。絶妙。あ、頼む頼む頼む。絶妙。ああ、減速率感はなんか、入ってなさそうだね。ちょっと入ってないかもな。メシは分かりづれえよ。なんかちょっとこれグダってるんで、ドラケン SS までやるかもしれない。これ倒さない。
雑味しすぎか。こいつ倒してる人でいいよ。あ、よかったよかった。そうそうそう。で、集めてもろて、超前に EL。前に持ってるかな今。持ってねえな。持ってない。左入れたら熱い。ライポジだから右じゃなかった方がいい。あ、でも切らなくて、ね、お、お、ライト、ライト、おー、強い。これスピードバフもらってたから、めっちゃ動けたね。伸びたね。伸びた。バフ結構本当に強いな。バフ偉いな。うん、え？でドラケン撃っちゃう。これ撃ってもやりそう。撃たないでしょ。あ、撃っ、分かりづらくなんで撃ちませんね。ここはあえて。了解です。ドラケン伸びるようになったね。これ。偉いわ。ボス団体になった時の威力感見たいんだけど、これボス団体だったら負けるんだよ。そうだよね、ちょっと。そう、めちゃ硬くなるんだよ。怪しい。あえてやりたい感もあるけど、ね、機を演出っていうか。あ、オッケーオッケー、これでいいよ。もう HP 半分以上残して、はい、これで弱点消えます。こっからの削りがやっぱね、絶望的なんですよね。破片で削れないと。で、バラバラにもされちゃうし、さあ、こっから SS の連打でいけるかどうかっていうのを見ていきましょう。これ大事よ。でもう打っちゃいますね。いきましょう。あと4ターン。はい。これなんかかまどもよくわかりそうだよ。そうだね。うん。どんな手を使ってでも。殴ってかの方がよかったかな。時代がね。いや、強っ。ライポジ、いや、ライトにいるから強っ。ラスゲーム全然いける。いや、全然余裕だね。うん。バフもかかってるっていうのもあるか。全然いいじゃん、これさ。破片適当に倒してもさ、こいついたら余裕だよ。だ結構、だから雑にやっていいか、俺。こんだけ殴れる。いや、雑にできる、雑にできる。マジ、こんな雑にできなかったって。よいしょ、じゃあこれ2段階目。いきますか。これ雑にこれでいこうかな。ライトに行ってくれんの、マジで。ありがたすぎこいつに。これ見て作られてるな。見て作ってるね、完全に。おおおおおお、余裕だ。ああ、オッケー。え、マジ偉いね、これ。これ単体になってからでやっぱ威力感知りたかったんで、うん、これもうほんと雑にできるなっていう感じになりましたね。はい、そして天炎呪文をちょっとやっていこうかな。マインテンソの反射キャラなんでね、やっていきたいと思います。まあ芯の代わりに入れるみたいな。で、まあ言ってみに置く人が多いかな。自陣で紋章4組なかったらソロで。だから俺もソロでやるときは、多分アクアを入れるかもしれない。結構ない。芯よりいいなって思ってる感じ。俺はね、そう。1、2回試したんだけど、1、2回やった感じだと、あ、芯よりいいんじゃないっていう印象を受けてますね。今の。周回キャラに入ったら結構やっぱ高そうだけど。周回キャラにも入るし、みたいな。かなり印象いい。ただね、やっぱ芯と違って、やっぱ火種が大きくなっちゃってね。あ、あいつやっぱ体勢が偉かったっつうのもあるんで、その代わりそのホルス戦とかさ、結構面倒めのところで削りが超強かったり、バフとかも偉かったり、短縮要素があるからさ、その正宗の SS2 段階目スムーズにいっちゃうとね、たまりづらかったのか、こいつなんかためられるんじゃないかなって思ってますね。なるほど。そのために速殺家大事。もう一旦短くしてくれたらね、速殺家で行かなくてよかった。そういう時やらしいんですよ、多分考えてちゃんと考えてるね、そこは。分からんけど、ほら、HP やばい。これ多分ね、回復拾わないと死ぬんすよ。ほんとはこれで削りたいんですけど、ギリ耐えるかな。あ、すいません、精度悪くて天炎銃。はい、とりあえず回復しました。まあ今でね、やっぱり火種が結構きつくなるかなという感じ。シーン入れるとさ、この間にさ、防御アップとかしてるからさ。防御アップしてねえや。でも、シーン自体が耐性持ってるから。多少楽に。そう、多少なんかその、HP 確保できてるっつうか、もうちょい HP があった状態かなと思う。しょうがない。今のは、ランキーショット。
まあ、入れる人もだから多いんじゃないかなって個人的には思ってますね。でもホルス戦がほんとね煩わしかったんで、そこを楽にできるっていうのは後なんじゃないかな。バフかけちゃえばのステージで次のステージとか一点抜けとかも狙えるんじゃない。バフは結構でかそうだね。まあ、3点強くなったもんね。そう、まあ、ただその攻撃力チャージとかぶっちゃうのかな一応。ああ、同系統になる。あ、そう、あの攻撃バフの部分、そのスピードアップとか防御アップの部分っていうのは被んないんで、そこを生かしていくっていう感じ。なるほど。まあ、でも常に語彙力チャージできるわけじゃないんで、これでいい気がするけどね、個人的には。なんか、絶妙なところ調整したな。と、まあ、見てみる。よし、今のところいい感じよ。SS 何回もね、いい感じで打てそうですね、そのホルス戦で。そうですね。打ちながら、みたいな感じが取れそう。でも、ここ、宅増えていいね。実際そう。そう。はい。さあ、1段階目は即接入れて倒りました。ただ、ここじゃ打たないよ。単体になってから、打つ。しっかり倒せるし、ね、そうね、うん、その辺はでかい、ちゃんと、ね、倒せないとちょっと問題ですけど、こことかは単純に足りないパターン、そうきつくなっちゃうんで、だからちょうどほら2段階目溜まるぐらいじゃない、直接ゲームを取れば、まあ、確かにね。でさらにその政宗の SS も貯められて2段階目をちゃんと打てるようになるつうのは偉いかなと思いました。でもバフ系さっき使ってみた感じかなり有用そうだったんで。そうなんだよね、この使ったらあれ良さそうだったよね。普通になんか政宗にあれ全部かかるの強そうだもん。うん、マジ偉いと思う。うわっ、お金踏めなかったんで、まあ、バフだけかけられればいいかっていう感じしますね。了解です。ちょっとボスダメージ入れられないかも。踏むな。あ、オッケー、踏むな、そのまま踏むな。オッケーオッケー、これでバフかけながら倒せるんじゃないかな。で倒せる、いや、これ2段階目打ったことないでしょ。1段階目打ったことあるんですけど、大ポジも乗せられるんで強いんですよ。はい、いきます。ちょっと俺ほら強い、マジで強い。ただ倒せはしなかったか。あ、うまくいけば倒しそうだった、ね、うん、あの荒さで打ってこのダメージだから、さらにバフもかけて短縮もしてるっていう、ね、これで倒せたらね、結構スムーズだったね。だって次2段階目打ちながら横上がりしてみたいな。確かに。でも1手で抜けてその後ボス戦いけるみたいな形が取れるから、かなりいいとは思うんですけど、ただ分かんない、専門家の意見は分からん。庭園中の専門家の方はどう思ってるんでしょう。どんぐらいの人が紹介してるんですけど、結構大変だからさ。そうね、まだな。速度アップ強い。友情ちゃんと仕事してるね今。ああ、バフも入ってるかな、これ。うん、バフも入ってるし、友情でも削れるからね、パワーアップしちゃえば。はい、じゃあこれバフかかったマスね。いい。先生いらなかったな。バフかかってるわ。だいぶ。あ、抜けられんかった。だね。うん、まあアクアのステージだし、次行ってねストライクショット打てる。それでしばこうかなと思います。なるほどね。めっちゃいいじゃん。全然悪くないよ。うん。いける感じ全然悪い。かなりいいと思う。バフ長いのがいいな。さっきの感じ2周だったっけ。3コードじゃん。3コードか。あ、2コードだ、ごめん。あ、わかんない、今消えたからそうだと思ったけど、じゃあ自分自身だ、これまだ切れてない。2が持っている。
失礼。慣れてねえんだ。ちょっと慣れてないんだ、これ。下にいるパターン、珍しいケース。OK です。ちょっと隠れました。はい。で、出して、まあ、SS やっぱこんだけ残してるの熱いよ。確かに、そうか。だから結構、ホルセンね、やっぱ、わさむね打つイメージあったけど、それがなくなったのはでかいかな、正直。で、まあ、これは SS 打たずにいきたいと思います。よし。これ、バフ状態だ。うん、バフ状態、今切れてるね。これ、切れた。うん。まあ、こんな感じでもうだいぶ余裕が生まれるんで、なんか小銃もっと早めに打ってもいいかも。確かに。こんだけ余裕ある感じにできるんだったら。はい。まあだいぶいいんじゃないですかね、アクア。低炎銃も使えて、コルロも使えたら、うん、だいぶありがたいキャラになってるのかなと思ってます。はい、ということで、アクア使っていきました。で、まあ、SS 詳細もちょっと調べたんですけど、バフは2段階より 1.82 周みたいな、うんうん、感じですね。強くね。普通強いっす。普通にバフとして優秀で、しかもなんかその種類も防御バフだけじゃなくて防御アップもあったりとか、短縮もあったりとか。うんうん。うん、で、速度アップ良かったね、思ったより。そうだね。うん。なんかダッシュエールを配ってるような印象です。雰囲気的には。で、まあ、自身のなんか足も速かったなって俺はイメージを受けて使ってた。まあ、稀に加速が入ってるからじゃない。それだ。多分。だからあれがゲートクリスタルに見えたんだ。見えたんだ。稀に加速要素だよな。うん。うん、なんか、速すぎて分かりづらかった。そうだね。うん。あ、でも、それ含めやっぱ SS かなり強いなっていうのは感じました。うん。うん、ポジションキュラーとかもなんか、コルロ用に付けられたのかな感も出てるし。そうっすね。これをコルロで使うんじゃないですか、一旦はまず。ああ、使うと思う、うん。で、コルロ自体もやっぱいい性能をしてるキャラなんで、うん、そこでもらえてるっていうのはありがたいんじゃない。低炎銃でもいい感じにサポートできてるし。うん。うん、まあ、今回の中でもかなりいいキャラなんじゃないかなと思ってる。うん。まあ、今回全部別に強いんですけど。まあ、そうっすね。うん。特になんか、お、いいなって思わせるキャラだった。使ってみて強いなって思ったタイプだな、これは。うん。パッと見、うわ、砲撃型かよって思っちゃったんですけど、個人的には。うん、ちゃんと使ってみたらなんか砲撃方も納得みたいな。そうだね。ね。他の戦機で作れないんだろうなって感じ。これスピードとかバランス方ってやばそうだね。そうだね。まあ妥当かなっていう感じだよね。うん。はい。ってな感じでね、アクアね、すごい良かったと思います。ってな感じで、今回は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。